ジャイアンツのゲームを。解説は小宮山聡さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋と中国ですよね。そうなんですよね。まあどうやって突破口を開くのかっていう。なんと強い当たり取れない、先制ラン。バッターは2番に入っている西さん、この当たり打ちました。セカンド取った、アウト、ワンアウト。これは進塁打になります。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。さあ、そしてバッターを積み上げれば先制かというところでした。坂本が打席に入ります。あっという間に2ストライクです。ワンアウトです。バッターは2番に入っている吉田います。次が5球目、離しました。三遊間抜ける、ワンアウトランナー1塁です。できれば低め落とすところにしたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに。ファーストランナースタート、タッチ。さあ、この場面2球目打ちました。ここは打ち上げています。村上が抑えています。ワンアウト。須賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。バッター、これはサードライナー、はい、低めわずかに外れてボール、打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました。ジャイアンツです。2アウトランナー1塁。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている阿部。ヒットでランナーを一塁に置いています。打ち上げた、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。センター前ヒット。さあ、チャンス、いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、センターへ、ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト、先制すること。2回の裏、さあタイガース、この回はいいバッターが続きますね。はい、ストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。ふわふわっと上がった、ファールグラウンドのフライです。バッターは5番山田、フルカウントです。際どいが、あっとフォアボールです。一番決まったと思ったでしょうね。はい、ストレートわずかに外れてボール、フルカウントになります。フォアボール、これで2者連続のフォアボール。なるほど、そうですか。内へ曲げてきました。今現中狙いの配球になってますよね。三塁線掴んだ、そのまま入って三塁アウト。際どいタイミングの思い切り、2号のストレート、バランスボールです。158キロ、ショートうまく捉えて一塁アウトで3アウト。さあ、1番に戻ってきました。バッター大きに来ます。今日はバットが増えてると思いますよ。2塁アウト、際どかったがアウト、ダブル入ります。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ、また初球打ち、掴んで3。これから3回の裏、タイガースの攻撃。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。これが6球目、このピッチ見逃して三振を奪いました。アジックスアウトを取りました。ランナー2塁1塁、狙ってたんでしょうかね。3球目は何で来るか。インサイド打った、抑えた、2塁へ送球、2塁フォースアウト、1塁アウト、これで3アウト、試合終了。チャンスは作りましたが、サヨナラには至りません。